北条宗雲こと伊勢宗雲は室町時代中後期の武将で戦国大名となった後北条氏の祖初代である。宗雲の代の時はまだ伊勢勢であった。宗雲は戦国大名の講師であり、その活動は東国の戦国時代の端緒として歴史的意義がある。意味名は長らく長島と橋、茂る、政などと伝えられてきたが、現在では 政治が定説となっている。通称はシンクロ号はウウンン、総運安総位少年は、長らく影響を4年が定説とされてきたが、近年新たに提唱された、交渉2年説が定説となりつつある。このため、死亡時の年齢も、従来は88歳となっていたが、現在では64歳とする説が有力となっている。伊勢勢から解消して、 北条姓を称したのは、宗雲の死後、着南、宇治綱の代からであり、宗雲自身は、北条宗雲と名乗ったことはなく伊勢新ンや伊勢、宗雲などであったが、一般に、北条宗雲の名で知られている。なお本校での古称は、弁義上、北条宗雲で統一する。伊勢政治の出身地とされる、岡山県茨市、北条宗雲生誕の地域一階のソロウニンから、 戦国大名にのし上がった下国城の典型とする説が近代になって風文され通説とされてきた。しかし近年の研究では室町幕府の万所執事を務めた伊勢氏を出事とする考えが主流である。1950年代に発表された藤井論文以降、伊勢氏のうちで備中国に居住した支流で備中上原荘で生まれたという説が有力となり、 その後の資料検証によって、エバラ僧の半分を領する領主であることが、ほぼ確定した。幕府申し義州の書状と駿河国関連の書状を照らし合わせたところ、記載された資料の伊勢神ンク政治のある人物が同一であることも、決め手となった。従来の説は、文献の解釈の違いによるところが、大きく、さらに、 備中伊勢施設は資料が最も豊富で多岐にわたることも出自解明に寄与した。近年の研究で総運の父、伊勢森貞が幕府万所出事、伊勢貞田地下と共に八大将軍、足利義政の申し継ぎ衆として重要な位置にいたことも明らかになってきている。総運は伊勢森貞と京都伊勢都市当主で、万所出事の伊勢貞国の娘との間に生まれており、 決して身分の低い揃う人ではない。総運は森貞の所領、微中江原荘で生まれ、若い頃はここに居住したと考えられる。江原荘には文明三年付の平聖寺の署名の金星が残されている。茨城神代長の高越城市には、北条総運生誕の地位渋みが建てられている。微中からは、大道寺市、内藤市、笠原市など、 後北上氏の家臣が出ている。応仁元年に応仁の乱が起こり、駿河守護、今川義忠が上落して東軍に加わった。義忠はしばしば伊勢貞地下を訪れており、その申し継ぎを総運の父も李貞が務めている。その縁で総運の姉の北川殿が義忠と結婚したと考えられる。総運が素良人とされていた頃は、北川殿は側室であろうとされていたが、 備中伊勢氏は今川氏と価格において遜色なく近年では性質であると見られている。文明5年に北川殿は着南竜王丸を生んだ。なお、伊勢氏との関係について干渉6年に発生した遠江東東今川氏の所領没収問題をめぐって、定地下の実定である伊勢定富士が所領の没収と御領所下推進の中心的存在であり、 この処分に反発する今川義忠、伊勢森貞の対立構図が生まれていることが注目される。また、帝富寺は細川勝本と対立して、応仁の乱では西軍に属している。かつては、総運の出陣の有力説の一つに、帝富寺の子とする説があったが、これらの事実とその後の総運の経歴を考慮すると、この説が成立し難いことになる。京都で総運は、 将軍、吉政の弟の吉見に仕えたとされるが、近年有力視される交渉2年生まれとすると、吉見が将軍後継者と偽されていた時期には10歳前後で、幼すぎ、王仁元年以降、吉見は西軍に走っている。伊勢新九郎政治の名は、文明13年から文書に現れる。文明15年に旧大将軍、足利義直の孟子儀州に任命されている。 上京元年奉公州となる。京で幕府に出資している間、宗運は、県民寺と大徳寺で禅を学んでいる。文明八年、今川義忠は、東東海の塩海坂の戦いで西軍に属していた、東東海の守護、柴義門の家臣に横地し、勝又市の襲撃を受けて討ち死にした。しかし、東東海の政情は複雑で、近年の研究ではこれらの国人は、 東軍の柴吉長に属するものだと考察されており、吉忠は同じ東軍と戦っていったことになる。残された着難の龍王丸は幼少であり、このため今川氏の家臣三浦氏朝日名氏などが一族の小鹿の利ミを擁立して家中が二分される家督争いとなった。これに堀越久保を足利正友と大木谷上杉家が介入し、 それぞれ出事の上杉正則と火災の大田道館に兵を引きさせて駿河国に派遣した。乗光と上杉正則は血縁があり、大田道館も資料に乗光の合力と記されている。竜王丸派にとって情勢は不利であった。北川殿の弟である総運は駿河へ下り、和睦に反対する方を上杉氏らは攻撃すると双方を騙して調停を行い、 竜王丸が成人するまでの李密を家督代行とすることで決着させた。上杉正則と大田道館も撤兵させた。両派は浅間神社で人類を組み交わして和議を誓った。家督を代行したのリ密が駿河館に入り、竜王丸は母、北川源と小川の法永長者の小川城に身を寄せた。従来、この朝廷成功は、 総運の抜群の知略による立身出世の第一歩とされるが、これは幕府の命により駿河守護か今川氏の家督相続に介入すべく下校したものであるとの説が有力となっている。この最初の駿河下校と家督争い調停について、黒田元樹は新説による総運の推定年齢の若さと事件について記している鎌倉大蔵氏には、 総運の名が見えないことから考えて、この話の信憑性に疑問を呈している。今川氏の家徳争いが収まると総運は、京都へ戻り、旧大将軍義直に仕えて、奉公衆になっている。文明十一年、前将軍義政は、龍王丸の家徳継承を認めて、本領を安堵する内書きを出している。ところが、竜王丸が十五歳を過ぎて成人してものリミツは、 家督を戻そうとはしなかった。長京元年、宋雲は再び駿河へ下り、竜王丸を補佐するとともに、石脇城に入って、同志を集めた。同年11月、宋雲は兵を起こし、駿河間を襲撃してのりみつとその弟祖禄孫、五郎を殺害した。竜王丸は駿河間に入り、2年後に元服して、宇治地ちを名乗り正式に今川家当主となる。 総運は、伊豆との国境に近い広告事情に所領を与えられた。通説である広告事情配慮については、資料の確認が取れないとして、異論もあり、全徳事情もしくはそのまま石脇城を居城とした説がある。駿河へ泊まり、今川氏の家臣となった総運は、老いである自治家を補佐し、守護大の出す、田渡し城を発行していることから駿河守護大の地位に、 あったとも考えられている。また、同時期に総運は、堀越久保、足利正友の直進となって出資し、伊豆国田中号桑原号を所領として与えられている。しかし、遠徳3年4月の正友の死に伴い、5月には、再び申し継ぎ衆として、室町幕府に復帰した。この頃に総運は、幕府奉公衆小笠原聖清の祖,祖父にあたるの、 娘と結婚し、長京元年に、嫡男の氏綱なが生まれている。なお、この時期において、興味深い話として総運が、借金問題を抱えていたとする話がある。これは、文明13年に、備中国に本拠を持つ細川慶長屋の内首相、元助の家臣、渡辺立脇進が総運に金を貸したところ、翌年には、訴訟に至ったというものである。 この問題がどう決着したかは不明であるが、借金問題が総運を京都から東北に向かわせる一因になった可能性がある。総運が堀越久保、足利正智の子、茶々丸を襲撃して滅ぼし、伊豆を奪った事件は、旧勢力が滅び、新興勢力が勃興する芸国城の行使とされ、戦国時代の幕開けとされている。政治が腐敗した京都を捨てて、 関東の翌やに志を立てたように描かれてきた総運だが中央の政治と連動した動きをとっていることが近年の研究で分かってきた。京都区の乱で鎌倉久保、足利重氏が幕府に背き将軍の命を受けた今川氏が鎌倉を攻めて占領。重氏は小賀城に逃れて小賀久保と呼ばれる反対勢力となり、 幕府方の関東官令上杉氏と激しく戦った。将軍吉政は重氏に代わる鎌倉久保として、伊保兄の正友を送るが、重氏法の力が強く、鎌倉に入ることもできず伊豆法上本拠に泊まって、堀越久保と呼ばれるようになった。文明十四年に、正氏と上杉氏との和睦が成立。正友の存在は宙に浮いてしまい、伊豆一国のみを支配する存在となった。 正友には長男に、茶々丸がいたが、正室の円満員との間に清明と淳道寺を設けていた。清明は出家して刑にいたが、正友は勢力挽回のために、日野富子や官僚、細川正元と連携して、この清明を将軍に擁立しようと図っていたとの噂があったと、長京元年の幸福寺別当人村の日記に残っており、 この計画に総運と宇治地下が関与していたとする説もある。炎徳三年に、正友が没すると、茶々丸が円満員と、順道寺を殺害して、強引に後目を継ぐという事件が起きた。総運は、炎徳三年五月までは、伊勢新九郎の文書が残っているが、明王四年の資料では、総運案総運と法名になっており、この間に出家したようだ。この時代の武士の出家には、 政治的な意味があることが多く、清明の母の縁満人の王子が理由とする見方、または、伊豆乱入に伴う幕府奉公衆からの退任を意味するとする見方などがある。明王2年4月、官僚、細川正元が、明王の政変を起こして10代将軍義材を追放。清明を室町殿に擁立した。清明は原属して、義家を名乗る。 権力の座についた義家は、母と弟の敵討ちを幕府官僚の経歴を持ち、茶茶丸の近隣に城を持つ総雲へ命じたとされる。これを受けて総雲は、同年夏か秋頃に、伊豆堀越御所の茶茶丸を攻撃した。この時伊豆の豪族である、鈴木茂州、松下三郎衛門安氏らは総雲にいち早く参じたとされる。この事件を、伊豆知事と言い,い、この時期に、 東国戦国期が始まったと考えられている。伊豆地入り拡大構成の軍記物では、この伊豆地入りに際して、総運自ら修繕寺に当時と称して、密定となって入り、伊豆の世状を調べたとしている。また、内入りは、伊豆国の兵の多くが、三内上杉家に動員され、上野国の活戦に出て手薄になったのを後期とした。 総運の手勢200人と宇治地下に頼んで借りた300人の合わせて500人が10艘の船に乗って清水浦を出港。駿河湾を渡って西伊豆の海岸に上陸すると住民は海賊の襲来と恐れて火災道具を持って山へ逃げた。総運の兵は一挙に掘り越し五所を吸収して火を放ち、茶々丸は山中に逃げ違いに追い込まれたと書かれている。この他。 宗運は、伊豆国にら山城を新たな居城として、伊豆国の統治を始めた。考察を立てて、味方に参じれば、本領を安堵すると約束し、一方で参じなければ、作物を荒らして、住居を破壊すると布告した。また、兵の乱暴牢石を厳重に禁止し、病人を看護するなど前世を施し、茶々丸の悪性に苦しんでいた、伊豆の少量種や領民は、 たちまち早雲に従った。そして、それまでの反差で重い税制を廃して四公六民の租税を定め領民は歓喜し、伊豆一国は三十日で平定されたと言われる。軍記物語などでは、自害したと言われる茶々丸は師書においては、堀越五所から逃亡しており、武田氏、関都氏、鹿野氏、土石らに寄せられて、総運に数年にわたって抵抗した。運は、 伊豆の国人を味方につけながらチャチャ丸方を徐々に追い込み、明王7年8月に南伊豆にあった深根次郎を落として5年かかってようやく伊豆を平定している。なお、同年の8月25日に明王の大地震と津波で伊豆、駿河両国は大被害を受けており、震災で深根次郎一体も甚大な被害を受けて抵抗不可能になったチャチャ丸を総運は、 動員可能な少数の手勢で打ち取ったと見られており、この際に、茶々丸を用していた上主の関戸吉信らを皆殺しにして力を示したとされる。伊豆を平定する一方で、総運は今川氏の武将としても活動しており、明王三年頃から今川氏の兵を指揮して、東東海へ進行、中遠まで制圧している。総運と宇治地下は連携して、両国を拡大していく。 日本の大きな杉の木をネズミが根本から食い倒し、やがてネズミは虎に変じるという霊夢を総運が見たという話が北条記に書かれている。日本の杉とは関東関連の三内上杉家と大木に上杉やネズミとはこの年生まれの総運のことである。明王三年、関東では三内上杉家と大木に上杉家の構想が再燃し、 大木谷家の上杉貞正は総運に援軍を依頼。貞正と総運は荒川で山内家当主で関東官領上杉秋貞の軍と対峙するが、貞正が落馬して死去したことにより、総運は兵を返した。大木谷家は相模の三浦氏と大森氏を支柱としていたが、この年にそれぞれの当主である大木谷貞正、三浦時高、 大森藤りの三人が死去するという不運に見舞われている。小田原城の空堀総運は、茶々丸の討伐、創作を大義名分として、名王四年に会に攻め込み、会主後、武田新縄と戦っている。同年九月、相模小田原の大森藤よりを打ち小田原城を奪取した。宝条期によれば、総運は大森藤よりに、たびたび沈没を送るようになり、 最初は警戒していた、藤よりも心を許して騒運と親しく、勘断するようになった。ある日、騒運は、箱根山での鹿狩りのために寮内に世コを入れさせてほしいと願い、藤よりは心よく許した。騒運は屈強の兵を世コに仕立てて、箱根山に入れる。その夜、銭湯の牛の角に松明を灯した、騒運の兵が、小田原城へ迫り、世コに噴して、 背後の箱根山に伏せていた兵たちが時の声を上げて、火を放つ。数万の兵が攻め寄せてきたと、怯えた、小田原城は、大混乱になり、藤よりは命からがら逃げ出して、総運はやすやすと小田原城を手に入れたという。典型的な白鳥の物語で、似たような話は、小田の武の名古屋城ダッシュ、天骨根久の合算と打城ダッシュにもあり、どこまで真実かわからない。 金子博之は土石流を牛になぞらえた伝承があるという笹本正春の説を元に、総運が1495年に起きた明王地震の津波に乗じて小田原城を攻めた結果、津波が牛と呼ばれたようになったのではないかと推測している。あるいは比牛の刑は中国の戦国時代、聖の将軍伝端が用いた戦術で教養を持つ、 知識素には知られていた可能性があり、これが事実もいられたか、武勇伝作りに利用されたと考えることもできる。この小田原城奪取は明王4年9月とされているが、資料によって年月が異なる。黒田元樹は、明王5年に、三内家が小田原城と思われる妖怪を攻撃し、山内秋貞の所長に、大木谷家の守備側として、大森藤寄と総運の弟、 矢次郎の名が見られることを根拠に年次に疑問を提示、それ以降のことではないかとしている。小田原市で小田原城奪取の件を執筆した佐藤博信も黒田と同様の見解を取るとともに、総運の子、幻庵が大森市出身の海見から箱根権現別当の地位を譲られたことや教徳の乱の頃に大森市で内紛があったことを指摘し、総運の進出も、 この大森市の内情に乗じたものと推定している。また、明王十年三月二十八日に、総運が小田原城下にあった伊豆山の神社の所有地を、治療の一家村と交換した文書が残されており、この時点では総運が小田原城をすでに領有していたと見られている。小田原城は後に、後法上氏の本城となるが、総運は、修正、伊豆ニラ山城を居城としている。 小田原城ダ城奪ュなど早雲の一連の行動は、茶々丸討伐という目的だけでなく、自らの勢力範囲を拡大しようとする意図もあったと見られていた。だが、近年の研究では、吉住、細川正元、今川氏地下総運の陣営と、足利義利、大内正宏、足利茶々丸、武田信羅は、上杉明貞の陣営、すなわち明王の政変による、 対立構図の中での軍事行動であることが明らかになってきている。旧来の説では、同じ大喜多二方の大森氏を総運が騙し討ちにしたことになるが、近年の研究では、この小田原城ダッシュも大森藤よりが山内上杉氏に寝返ったためのものと考えられている。明王八年、総運は、海で茶々丸を捕捉し、殺害することに成功した。 ジャチャマ丸を撃った場所については、伊豆国の深根次郎とする説もある。今川氏の武将としての活動も続き、分岐年間には三河にまで進んでいる。流域館によると、分岐元年9月、岩月城下にて、松平長近と戦って敗北し、三河進行は失敗に終わっている。松平方の先人の堺市、本田氏、大久保氏の働きがあったという。ただし、 徳川三木では、永昇3年8月20日のこととされている。その後、総運は、相模方面へ、本格的に転進し、関東南部の制圧に乗り出したが、伊豆、西相模を失った、山内秋貞が、吉住、正本に接近したため、宇治地下、総運の政治的な立場が弱くなった。さらに、正本が、今川氏と対立関係にある、東東美守後、 芝義弘と秋貞の連携を図ったことから、両者の胸撃も警戒されるようになる。北条総運関係図拡大それでも、総運と宇治地下は、今度は、吉種、大内陣営に組みし、徐々に、相模に勢力を拡大していった。こうして関東進出の大きな活気となったのは、永正元年8月の武蔵立河原野の戦いであり、大木谷貞政のおいで、大木谷家当主、 上杉智義に味方した宗雲は、宇治地下とと共に出陣して、山内アキサダに勝利した。この敗戦後にアキサダは、弟の越後守護、上杉房義と、同志五代、長尾義影の来園を得て、反撃に出る。相模へ乱入して、大木谷家の諸城を攻略。翌栄昭2年、川越城に追い込まれた智義は降伏した。これにより、宗雲は、山内や、 大木谷家の両上杉家と敵対することになる。栄章3年に相模で検知を初めて実施して支配の強化を図っている。栄章4年には官僚、細川正元が排除されたことを恨んだ容姿細川清これにより暗殺されるという栄章の錯乱が起きる。直後、正元と結んでいた越後守護。 上杉スギ・が守護代の長尾・タメ影に殺される事件が起き、政元勢力の変動を起きとした、足利義種は、永正5年、大内義臣の軍勢とともに、吉住を追って刑に帰り咲いた。これらの動きにより、宇治地下と総運に、政権からの圧迫がなくなり、総運は、タメ影や長尾・影春と結んで秋貞を牽制した。永正6年以降は、 宗雲の今川氏の武将としての活動はほとんど見られなくなり、宗雲は相模進出に集中する。ただし、少なくとも、永正9年頃まで宗雲の寸譜訪問が確認でき、同年には山内秋貞に反抗する長岡毛春の駿河亡命に宗雲が関わったと考えられることから、その後も宗雲と今川氏の関係は続いていたと見られる。また、 宋雲の娘である、長松陰伝が、今川氏の重臣の子である三浦氏員と婚姻したのは、永正十二年頃と推定される。永正六年七月、秋貞は大軍を率いて、越後へ出陣し、同年八月、この隙をついて宋雲は、大木谷友義の本拠地へ土城に迫った。上野に出陣していた友義は兵を介して、反撃に出て、翌永正七年まで宋雲と、 武蔵、相模で戦った。総運は、権元山城の上田正盛を、大木谷家から離反させ、構成に出るが、同年7月になって、山内家の援軍を得た大木谷家が反撃に出て、権元山城は落城、三浦義康が、総運法の住吉要外を攻略して、小田原城まで迫り、総運は、敗北を喫し、大木谷家との和睦で切り抜けた。 一方、同年6月20日には、越後に出陣していた秋篠田が、長尾溜め影の逆襲を受けて、敗死、死後に二人の養子剣術と乗房の争いが発生。小学防火でも、足利正氏、高本府氏の抗争が起こり、友吉はこれらの朝廷に追われた。三浦氏は、相模の名族で、源頼朝の挙兵に参事。 鎌倉幕府創立の行進として大きな勢力を有していたが、着流は執権の北条氏に法字合戦で滅ぼされている。しかし、防流は相模の豪族として続き、相模で大きな力を持っていた。この頃の三浦氏は大喜に家に属し、同氏の出身で当氏の吉奴が相模中央部の岡崎城を本拠とし、三浦半島の荒井城、または三崎城を この義員が守っていた。総運の相模平定のためには、三浦氏を滅ぼさねばならなかった。敗戦から体制を立て直した総運は、永正9年8月に、岡崎城を攻略し、吉安を住吉城に敗走させ、勢いに乗って住吉城も落とし、吉安は義員の守る三崎城に逃げ込んだ。総運は、鎌倉に入り、相模の支配権を、ほぼ掌握する。 友吉の甥いの友儀が江戸城から救援に駆けつけるが、総運はこれを撃破する。さらに、三浦氏を攻略するため、同年10月、鎌倉に玉縄城を築いた。吉奴はしばしば兵を繰り出して総運と戦火を交えるが、次第に圧迫され、三浦半島に封じ込められてしまった。大北に家も救援の兵を送るが、ことごとく撃退された。 英正13年7月、大木谷智もが、三浦市救援のため玉縄城を攻めるが、総運はこれを、打ち破り、吉奴、義偉市の籠もる三崎城に攻め寄せた。激戦の末に、吉奴、義偉市は討ち死にする。名族三浦市は滅び、総運は、相模全域を平定した。総運寺の北条五代の墓。右端が総運の墓。その後、総運は、 上佐のマリアツ・タケダ氏を支援して、暴走半島に渡り、翌英雄14年まで転戦している。英雄15年、家徳を着南宇治綱に譲り、翌英雄16年に死去した。去年64、皇子の宇治綱は2年後に母大寺として、宋雲寺を創建させている。宋雲は、両国支配の強化を積極的に進めた最初期の大名であり、その点から、 戦国大名の先駆けと評価されている。総運時伝21箇条という家法を定め、これは文国法の姿となった。英章3年に小田原周辺で指で検知を実施しているが、これは戦国大名による検知として最古の事例とされている。また、死の前年から伊勢氏は虎の印板状を用いるようになっている。 陰板上のない徴収命令は無効とし軍代、大官による百姓、職人への違法な搾取を止める体制が整えられた。さらに、これを関東の諸勢力との対抗上、足利一族である今川氏の権威を必要とし続けていた総運が独自の貢献力を発揮し始めたことを示すもの、あるという評価もある。ただし、 宇治チカの母である北川殿はまだ健在没であり、総運自身は最後まで宇治チカの家臣としての立場を捨てることはなかったと思われる。総運の後を継いだ宇治綱は、北条氏を称して、武蔵国へ両国を拡大。以後、宇治康、宇治政、宇治直と勢力を伸ばし、五代にわたって関東に羽を唱えることになる。年齢は数え年、名は便宜上早雲で統一。 宗運には三人の妻と四男二女の存在が確認されている。宇治綱が長男で、宗鉄が四男であり、前おさむてどの子は、長松陰殿が宗鉄の姉、清少陰殿が妹であることは判明しているが、支持と宇治広の徴用の順は分かっていない。支持の母は不明だが、宇治綱と同福の次男と推定されている。なお、うじひについては処刑図に見えないため、 男子を三名とする説もある。名称と青年の不死でも名前について記述したが、それぞれの名前を名乗っていたとする証明になるのが、総運の息子たちや家臣に見られる変記を与えられた人物であり、上に挙げた人物から以下のように考えられる。長男、宇じつ次男、氏、次、三男、思考ほかご北上氏一族の意味なに、死の字が入っていることから、 祖に当たる総運も、氏のついた名前のいずれかは名乗っていた。次男、死児の名前より、聖児は名乗っていた四男、長綱の名前より長氏は名乗っていた。聖将、森秀、及びジップ、伊勢森貞の名前から、姓のついた名前あるいは、氏姓は名乗っていた。以上のことを総合して考慮すれば、少なくとも、聖児、長氏、死姓のいずれかは名乗っているということになる。一については、 一部で、宇治つながいとこにあたる今川宇治ちかから一字を与えられたとする説もあり、この場合は必ずしも父の総運が死の入った名前を名乗る必要もない。また別の一説によれば、氏の字は北条時行のことされる北条公子にあやかったとしている。大同寺聖書、松田森秀と聖の字を与えられた人物が二人もいることなので、四については、 最も有力視でき、冒頭で前述した通り、政治を名乗っていたのが定説となっている。生誕年の分かっていない森秀については、妻のことを考慮すれば、年代的に、総運の世代ではないのではと疑問視する説もあるが、研修から、わざわざ解明していることから、やはり、生の字を賜った可能性はある。すでに老いの境に入った一階の伊勢のソローニンが、 妹が死後の愛称となっていたのを頼りに、駿河へ下って、身を起こし、後に、関東を切り取る一代の共有、北条早雲となる、という武勇伝が従来小説などでよく描かれていた。北条記、名称原稿録に見える総運駿河下工事の一節には、大道寺太郎、荒木兵庫、大目権兵衛、山中西志郎、荒川又次郎、在築兵衛らの仲間6人と、 店で人類を組み交わして、和人が大名になったら他の者は家臣になろうと誓い合ったという話が残っている。久保領商期には、道の区国へ下ろうとしていた総運は、駿河の去った峠で盗賊に歩みぐるみ剥がされて、難重していたところを守護の奥方の腰と出会い服を与えられた。それが、おばの北川殿であった。その縁で、 今川氏に仕えるようになったという話になっている。いずれも、いかにも、大使を抱く、ソローニンにふさわしい話となっている。江戸時代前期までは、関英書家系図伝などで、ご北上氏は、執権北上家の着流の末裔もしくは名門、伊勢氏の出と考えられていた様子だが、江戸時代中期以降、大公記の影響で、戦国時代を身分の低い者が実力で身を起こす。 下国城の時代と捉える考えが、民衆の願望も相まって形成され、明治時代になって定着し、戦後まで続いた。その下国城を代表する共有として、北条早雲、斎藤道蔵松永久秀が語られ、早雲は身分の低い素老人とすることが、講談などでの通説となった。早雲の出自については、長年明らかにならず、主なものに、 伊豆ニラ山説、山と有原の説、山城宇治説、伊勢ソロウニ説、京都伊勢施設、備中伊勢施設があった。このうち、伊豆ニラ山説と伊勢施設は、江戸時代の佐山藩北条家と幕臣の伊勢家で、それぞれ伝承してきたもので、両者に食い違いがあることは、古くから問題視されていた。例えば、関西重州諸家府の偏社、林十歳は、 北条家の経図と伊勢家の経図を比較すると、伊勢貞地下の次男のシンクロウが、北条雪長の養子に入ったものであるうと述べ、京都伊勢施設を正しいとした。山と有原の説と山城宇治説は、北条五代記に遺説として紹介されたもので、有力詞はされなかった。伊勢説は、北条記、総集平乱記に書かれており、総運が品の守護小笠原上記にあてた書状で、 小笠原家臣の関馬の上春光について、伊勢の関氏で自分の同族と書いていたことを根拠に1901年に、藤岡次成が総運を伊勢出身の地方武士であるとする説を主張し、田中義成や海音寺長五郎がこれを指示した。これに対して、渡辺義介は、関西重州所家府などにある、幕府満所出事の京都伊勢市の出身で、 伊勢貞地下の弟帝夫人の子供であろうとする京都説を主張した。一般には伊勢説が定着して伊勢ソローニンという総運ゾーンが出来上がり、一方、研究者の間では京都説が有力視されていた。備中説は今川期及び太閤期に書かれており、茨城放線寺の古文書を調査した藤井春が1956年に総運を微中伊勢市で将軍。 足利義直の側近であった伊勢シンクロ政治とする論文を発表した。1980年前後に奥野隆弘、今谷明、大和田哲夫が資料調査の結果として伊勢シンクロ政治を後の北条総運とする論文を発表し、その後有効な反論も出ず、ほぼ定説化した。江戸時代前期成立の今川期に戻ったわけで本家帰りと呼ばれている。 宋雲は、死祖性のない祖両人ではなく、将軍に直接使える名門ので出であったことになる。宋雲の年齢については、江戸時代以来、去年八十八歳とされていた。これだと、駿河に下校して、広告寺上主となり、長男宇治綱が生まれた時点で数江戸市で十六歳、伊豆地入りの時点で六十二歳となる。江戸時代前期の資料で姉とされる北川殿が、 今川義忠だと結婚した、応仁元年で総運は36歳になっており、姉だと当時の女性としては晩婚に過ぎ、明治以降に去年88節に合わせて年の離れた妹とされていた。総運は小説家や評論家から大器晩成の典型としてよく取り上げられた。しかしながら、総運が歴史上に登場するのが50歳近くで、 本格的に活動するのが60歳を過ぎてから、最晩年の80歳を過ぎても自ら兵を率いて戦っており、いかに格尺としていても少々異様であるとして疑問を呈する研究者もいた。1995年に黒田元木は、去年88は江戸時代中期以降の経図類から出たものであり、江戸時代前期の資料には存在しないことを明らかにした。 影響4年生まれだと、近年有力視された幕臣伊勢政治の父、森貞の活動時期とも、伊勢貞地下の老いという系府関係も成り立たなくなる。さらに黒田は、北条宇治テルの旧審で、北条寺の回帰となった高橋家の過去長に、総運を伊勢森貞の子、新黒政治で、去年64歳とする記述があることを確認した。 現存のものは1950年代に書写されたもので、あるが信頼性が高い高野山高出院、北条氏経図と比較して、同経図に記述のある部分については、内容が一致していることから、黒田は信頼性が高いと判断している。これは、長年、総運と思われた伊勢貞富士の青年と混同されてしまった結果であると、し、江戸時代前期成立の軍記物で、 この年生まれと記載されていること、姉の北川殿の結婚時期と考え合わせて、24歳、若い交渉2年生まれであろうとした。これだと、姉の北川殿の結婚の時期に11歳頃、鶴ヶ下校時点で32歳、去年は64歳となり、当時の人間の活動としては妥当な年齢であることから、この説を支持する研究者も出るようになった。しかし、 この説については未だ検討中の段階で、これを取らず、去年88説を取る研究者もいる。小説や評論の類、インターネットなどでも、総運を大器晩成の典型として、去年88説を取っている者はいまだに多く、必ずしも1456年生まれ説が一般に定着したわけではない。総運と血縁が近い人物では、 四男の北条玄安が、去年九十七であったとされるが、こちらも、黒田元木に軍旗と、東大資料との矛盾が指摘されている。作家などは身分が低く人生の審査をなめ、十分に老成した人間でなければ、総運のような活躍はできまいと長年論じてきた。歴史学者、桑田忠一家の著作や、小説家、海音寺長五郎の総運の自伝などはその、 典型である。1980年代に研究者の間で出自がほぼ定説化され、1990年代未成年についての新設が提示された以降の小説やメディア、自治体ではこれらの新設も取り扱われるようになった。とはいえ、2000年代以降でもその姿で中高年の再挑戦の見本のように、総運を語るテレビ番組や作家もいる。 総運の備中伊勢市出身説を裏付ける資料とされる平政治金星は、法選寺文書府伊勢政治金星策として、岡山県の県指定重要文化財となっている。法選寺に所蔵されているが、非公開である。内容は次の通りで、法選寺において乱入して、同石を働くこと、山中で竹時を切ること、地域で摂書をなすことの三点を禁じ。 創いと者を罪に問うことを歌っている。金税派生法戦時一高大津人等乱入老石時一三厨房の内畜木切れ時一王子内多す摂症こと右上条例、献金政治弱お世成売拝者か所在かなり直上、除県天生二年木の絵犬まで百十二年か、文明三年かのと六月二日、平政治工場総運造。ありがとうございます。